たちに向かう場所は大地を踏みしめるようなさえな日の暮れたち後ろを見ても悲しいことばかり。どうすりゃいいの、楽しけりゃいいの。確かに楽しいことは多いけど、悲しい辛い男だってそうなるよ。さいなら昨日の俺たち、胸が痛んで朝が来ても寝たふりする。さいなら昨日。